こか。こいつは煙幕か。匂いが変も、これただの煙じゃないもん。煙の中から。エビスにやられたやり方か。また来るわ。足が。ミオちゃん。この煙。麻痺弾か。なんなんだこいつら。アグヌスの兵士ですもん。この戦い方は知ってるのか。コロニー13の特殊戦法。その時と同じだってのか。でもこいつらはアグネスの兵士だぞ。わからない。なんでこの戦法を。本当に軍務長なのか。厄介だよこいつは。どっから襲われるか分かったもんじゃねえ。水だ。水？ああ。ここの地下には水脈がある。そこから外へと出られる。逃げられるってこと？タイオン、決めろ。俺はお前の判断を信じる。ダンツ、そうだ、逃げるしかない。今はそれが最善と僕は判断する。そうと決まれば急ぐぜ。案内しろ。了解だ。逃げるらしいけど。ああいうのを目指そう。え、飛び込むのってどっち？あっちはやる気みたいだな。こちらは僕が引き受ける。エレベーターでいいのかな。あとは待つだけだな。いいみたい。まさか僕たちの行動が読まれていたのか。今は気にしちゃダメ。水脈に向かうのを優先しよう。こっちだ。ここだ。来たよ。見えないけどすごい数だってわかる。飛び込むぞ。息を目いっぱい溜めろ。初めて見る場所だな。えい、やばい、勝手に流れる。勝手に流れる。待った。おー、なるほど。ここってどんなところなんだろう。あの装備じゃ追ってこれないみたいだな。これで一安心だね。ふう、なんだここ。ボスかな、これは。なんか出てきた。
あれこれは命のあれ日時計だってことは、これが補完的な感じか。ラムダのということは失声感が出てくるのでは。それどころじゃない数来たけど、これいっぱいいた。やはりイスルギ軍務長、久しぶりだな、タイオン。あいつ自ら巨大ロボ、ロマンだね。やはりあなたもウロボロスの僕たちの抹殺を命令されているんですか。少し違うな。え、気づいているんだろう。この作戦はあの時と同じだ。ナミが死んだあの時と、お前ならこのルートを選択すると思っていた。だからこうして待ち受けていたんだ。わざわざあの時と同じ状況を再現してな。どうしてそんなこと。理由？そうだな、あえて言うなら、今一度核を知らしめ、思い知らせ、絶望させるためだ。お前の心を、お前たらしめている全てを足元から粉砕するために。これは復讐だ。志半ばで死に追いやられたナミの怨嗟だ。お前自身の過去が今のお前を断罪するんだよ。ナミがお前に託したものだろう。そのまま持っていろ。僕のせいです。僕が意地を張ったから。もっと慎重な作戦を提示していれば、そのせいで作戦課長は、ナミさんは、僕には重すぎます。僕にはその資格がない。僕のせいなんですね。誰よりも優しかった軍務長にナミさんの命を奪った敵の戦法を使わせてしまったのは、そこまでしてこの僕を殺そうと、そう決意させてしまったのは。その通りだ、タイオン。過去は人を狂わすんだよ。でけえ、でけえ。バカみてえに。何これ、エネミーの設置物。エネミーの設置物の範囲は赤色のラインで表示されます。範囲内にいるとデバフやダメージを受けるので注意しましょう。はい、僕はもう仲間を死なせたりしない。僕が相手になろう。かまつせ、でけえのをよ、飛ばせ。避けられるか。これでここで終わらせる。方向指定なんか取れたもんじゃない。皆さん、ほ
くぞ。どこに隠れようが無駄だ。ここで終わらせる。気を見せろ。これでどうだ。これが俺の力だ。インターネットが切れちまうぞ。逃がさないよ。待て。チカ、チカやるか。僕が相手だ。おお、なんか降ってきた。今の私らは邪魔だぜ。かばってでけろよ。俺たちは強えぞ。見せてみせ。ここにいるの。消えろ。皆さん逃がさないぞ。2回目はたまんないか、チェーン。行くぜ。行こう。本気で行くぞ。どこに隠れようが無駄だ。行くぞ。やー。今が好機。好機を見せる。行くぜ、太陽。今の私らはやばいぜ。本気を見せますぞ。素晴らしい。ほう、終わりました。いや、でもこれで終わりなのか。そんなわけないような失勢感が出てこないわけがない。いい加減しぶといぞ。パキパキパキ。ああ！ふっ！イスルギグム長、もうやめてください。太陽！パキパキパキナイス。何？あ、フォルムチェンジしてる。あ、増えてる。え、どういうこと？どいつが本物だ。あ、そういうこと？カイオンが主導権のってことか。こいつか。あ、だから体温だから、あの式神的な感じでいっぱい出てるわけだ。防ぎきれねえ。体温はウロボロスに慣れた。私だってラズ、ついてきて。なんだって。いいから早く。終わりだ。彼が熱すぎる。体温もみんなもあんたなんかに絶対にやらせない。勘がいいな、ラズ。なんで止める。こいつが出しゃばりさえしなければ。お前を守りたかったんだ。もういい。喧嘩はやめて。ねえ、なんでハンマー。当たんなきゃ意味ねえだろ。私さっきの一応はじめましてかな。きたー。
墓地から来た。ハンマー持ってる。やっぱ最後は？かっこいいなぁ。ひっくり返った。動性を重視してる。一発で決めて。そのつもりだ。もうやめてください、グム長。僕たちはあなたと戦う理由がない。それでも命が欲しいというなら、僕のをあげます。太陽！それであなたの気が済むなら、ナミさんの恨みが晴れるなら、僕は。え？グム長が泥んこになったもん。懐かしいって感情がわかるかい？その声。久しぶり。忘れてた。懐かしい。そういう時間を感じる言葉って、10年そこそこの一生じゃ、所詮言葉でしかないよね。実感がない。でもね、まさかノア、まさか、ユーニ、リク、ランツ、今の僕は感動的ですらあるんだ。